ちは司会者の大沢です。さあ今日はですね、皆さん肌荒れって結構あると思うんですけど、この時期、冬にも差し掛かるので出てくるかなと思うんですけど、その肌荒れ、本当にただの肌荒れかっていう話を今日していきたいなと思います。どういうことですかそれ。歯科のね、保険で使う金属に、パラジウムとかいろいろあるんですけど、そのね、歯科の使う金属がアレルギーとして体に反応を起こす場合があるんですよ。そんなことあるんですか。そうなんですよ。知らない人もいるってことですね。知らない人も多いと思います。やっぱり日本って保険治療がほとんどメインですから、結構入ってらっしゃる方っていると思います。なのでもしかするとそのなかなか治らない肌荒れっていうのは金属アレルギーの可能性があるのでですね、今回はその金属アレルギーについてお話ししていきたいなと思います。金属アレルギーってそもそも何なのかっていう。そうですね、はい。歯科で使う金属っていうのは銅とかパラジウムとかニッケルクロムとかコバルトクロム、結構あるんですけど、その歯科金属がアレルギーの原因となって口の中や体に異常な反応を起こすことを言うんですけど、金属って、口の中に入っているので、唾液と混じって水分と混じって体の中に金属イオンとして溶け込んで、その金属イオンが免疫細胞と過剰に反応してしまうことによって起こるアレルギーが歯科金属アレルギーということなんですよ。なるほどね。はい。で、最近ですね、たまたま僕の患者さんでいらっしゃるので、ちょっとその方の症例を見ながら皆さんに伝えていきたいなと思います。この方なんですけど、ちょっと写真見てもらいたいんですけど、口元の画像なんですけど、結構荒れてますよね。でもこれでもニキビっぽくないですか。そうなんですよ。これ金属アレルギーなんですかね、これって。そうなんですよ。だから初めはニキビかなって思ってたらしいんですけど、次の画像見てください。この足の画像ですね。これやばくないですか。いやこれやばいっすね。これやばいよね。これはマジでかわいそうになってきますね。そうで、これがなかなか治らなくて皮膚科に行ったんだって。で、皮膚科に行って、もしかするとこれは金属アレルギーかもしれんので、どの金属にアレルギーがあるかっていうことを調べたら、その歯科で使ってるパラジウムと銅に反応したから、もうこれは全部口の中の金属を除去しないと治りませんよって言って、紹介状を持ってうちに来たんですよ。そうなの。もう全身なんすね。全身すごいでしょこれ。知らない人だったら結構やばいですよね。そうそうそう。だからもうみんな知らない間にもうなかなか治らずステロイドをバーってずっと塗ったりだとかして、ステロイドが出にくくなって、さらにやばいことになっちゃう方もいらっしゃるし、歯科金属アレルギーって気づかずにずっといるとやっぱ重篤なことにもなりかねないよね。いやそうですよね、これまで知らない人って結構多いと思うんですよ、で、やっぱ金属アレルギーってなった時に、じゃあネックレスだとか時計だとかっていうことは分かると思うんですよ、でもまさか銀歯だっていうことはあんまり想像つかない。そうだよね。だからもうこういうのを見て皆さんに、あ、なかなか治らない肌荒れ、もしかしたら口の中の金属が原因かもしれないっていうことをちょっとでも脳の片隅に置いていただきたいなと思います。で、この方来た時に全ての金属取ったんですよ。で、今まだ治療途中なんですけど、全部金属取った後の写真がこれです。これ結構口元治ってきてるでしょ。いや結構治ってきてますねこれ。そうなんですよ。こんなに変わるんですね。そう、これで1ヶ月後ぐらいだから、この人はもう本当に金属アレルギーだったから、その金属を取ったら綺麗に治ってきてると。銀歯取るじゃないですか、そしたらどういった治療法に変わるんですか。保険治療できるところもあるし、保険が効かないっていうものもある。それは部位とかによって変わるし、形によっても変わるから、全部保険適用できますよとは言えないね。なるほど、治療法とするなら保険がかかる場合はどういった治療とか。保険を適用できるんであればプラスチックを使ったものになるから、プラスチックだとグッて噛んだ時に割れちゃうから、そういう方はセラミックにしてもらうこともある。
でもそういった治療法があるんだったら全然変えた方がいいと思います。そうだね、まあアレルギーの反応を起こす可能性があるっていうことはみんな知っといてもらいたいし、今の状態でアレルギーが出なかったとしても次新しい銀歯入れた時とかになるっていう可能性もあるし、ずっと銀歯入れた状態をが続いていきなりアレルギー反応が出ちゃうっていう人もいるよね。いやでも僕結構肌荒れすごいんですよ。おうおう、銀歯ないですけど、おう、なんなんすかね。不摂生。はい、ということで今日はですね、なかなか治らない肌荒れ、実はそれ金属アレルギーじゃないのかなっていう話をしていきました。まあね、この知識がちょっとあるとないとでは結構変わってくると思うので、この知識ね、皆さんぜひ知っておいてほしいなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。